はい、皆さんこんにちは、佐藤忠信役の一ノ瀬義人と申します。そうですね、今回12月5日から9日までシアターモリエルにて義経、呪われた英雄、上演されます。今回はですね、結構知り合いというか、顔なじみのキャストさん方も多く、また結構トシさん演出もどということで、すごくワクワクしながら日々稽古をさせていただいております。そうですね、最近の悩みは予測変換で、僕義人って言うんですけど、アルファベット変換で義人って入れると義経って出ちゃうんですね。だからなんかよくなんかいつの間にか義経に自分がなってるような気分になるというのが最近の悩みと言ったらあれなんですけど、でもちょっと予測変換で悩みが多いですね。はい、まあそれは置いといて、で今回僕初めて兄弟役をやらせていただくんですけど、それとあと二刀流ということで、立ち回りも、結構見応えある中に、結構本当に嘘のつけない現場といいますか、自分にも相手にもごまかしが効かない、ぐらい熱く、演じさせていただいております。ぜひ、男たちの熱い生き様を皆さんに劇場でお楽しみいただきたいと思います。待ってます。